WT ソーシャルは2019年10月にジミー・ウェールズが開設したソーシャルネットワークサービスである。登録開始直後の2019年11月現在でおよそ20万人のユーザー登録が確認されている。ジミー・ウェールズがウィキトリビューンの後継として Facebook や Twitter に多数存在するフェイクニュースに対してそれに対抗するために設立したニュースサイトである。 WT ソーシャルにおいてユーザーは誤解を招くと考えられるリンクに対してフラグを立てることが可能でありそのニュースの信頼性を高めることが可能である継承元のウェブサイトであるウィキトリビューンとは異なりクラウドファンディングを行っておらずメンバーによる支援などによって運営費を賄っている二0 1九年十月のローンチ時点ではマストドンなどのフリーソフトウェアを使用せず プロプライエタリなソフトウェアで動作している。しかし、2019年11月21日に、ジミー・ウェールズは、ツイッター上で、ソースコードを自由なライセンスの下で公開する予定で、あると発言した。ありがとうございます。